それではイエマフェンゾンの使い方をやりたいと思います。イエマフェンゾンですね、パをしてこのまま根節から末節へと力を伝えます。はい、それではやってみましょう。まずは力を使って、やってみましょう、はい、OK、これ力をぶつかります。次は中指を少し伸ばして下、右手で下を押さえる力を使って、前足に重心を移しながら骨盤を開き、足の力を使います。そう、そういう形で相手に力を加えていきます。次に姿勢推奨からのイエマフェンゾンをやってみたいと思います。それではやってみます。それでは次に月に対するイエマフェンゾンの実践法をやりたいと思います。これはですね、相手の月をかわしながら新脚で肘打ち、そして開くというやり方になります。それではやってみたい。